戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。クソ、これじゃどうすることもできねえぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。一人で行くつもりなの？ダメだよ。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ、待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。何もしろ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで？それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか？エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺には分かる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選ぶ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるか。俺には分からない。ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にも分からなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。エレン、信じて。遅い。さっさと決めろ。
進みます。目標加速します。走れ、このまま逃げ切る。兵長、進め。撃てー。俺とは一旦別行動。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だがだとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。うん、僕もそう思ってる。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見したい駆逐せよ。死ね。ここで巨人を食い止めろだろ。かけた目上げしやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、そりゃ命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろう。
死んどけ、覚悟しろ。これで貴公子は駆逐できたな。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。何でもいい、ここを通すな。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員、戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。やった、死ね。あの叫び声で巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ副隊長、考えるのは後にしましょう。見て、新手の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ、てめえ。そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。
了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。お前か。何をもたもたしてる。君も補給が必要なら済ませておくように。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためにも発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？グンタさん！エレン、止まりだ！進め！エレンを守れ！燃え！援護を頼む！中身が？それとも複数いるのか？ヤクザ！かかってこい！刺し違えてでも倒す！やはりか！来るぞ！女型の巨人だ！3人で女型の巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか？そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの？我が藩の勝利を信じてます。ご分を。結果は誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は次だ。みんなを信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。今殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。あの女型が一方的にとどめだ。
なんでよ。ペトラ、早く体勢を直せ。なぜだ、刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。互角だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。次だ。引きちぎってやる。ぐちゃぐちゃに細かくしてから食ってやれ。エレンはどこだ？巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。次から次へと湧いてきやがる。任せるぜ。任せておけ。覚悟しろ。エレンは生きてる。
女殺して体中かっさばいてその汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。